暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。命って何でしょうと聞かれて、いろいろな説明定義がなされているかと思いますけれども、私は私がまだ使える時間のことだと考えております。若い人にはたくさんの時間が残されているでしょうし、お年を召した方には残された時間は短いと考えるのが当たり前でございますけれども、昨今のような思いがけない災害、事故、殺傷事件などが起きますと、必ずしも年齢というものが残された時間と合致するものではないと考えさせられます。明日も明後日も生きる、来年も再来年もあと何十年も生きると考えていらっしゃる方の一日の重みというものは、必ずしもあと数ヶ月と告知をお受けになってホスピスで過ごしていらっしゃる方の一日の重みとは同じではございません。人形師として有名な辻村寿三郎という方がおっしゃいました。朝起きるとき、この時が人生の始めだと考えている。夜眠るとき、この時がこの世の終わりだと考えている。明日があると思えば、今日はこれだけでいいやと心がひるむ。昨日があったと思うと、昨日あれだけやったから今日はこれだけでいいと甘えが生じる。物を作る人間にとってそのような甘えは許されない。今日一日自分がどう生きるかということに全てがかかっているかのように生きなければいけないとおっしゃっておりました。これは大変厳しい考え方ですけれども、毎日をあたかもその日しかなかったかのように丁寧に心を込めて生きるということだと思います。キリストが聖書の中で、一日の労苦は一日で足りる、明日のことは明日が思い患えばいいとおっしゃったのも、結局はその一日を本当に丁寧に生きた、そのことに対して一日の労苦は一日で足りるとおっしゃったのかもしれないと思うことがございます。明日の保証というものは誰にもございません。これも聖書の中の例えでございますけれども、一人の金持ちがたくさん収穫をいたしました。小さな蔵では入りきらないので大きな蔵を建てよう、その中に財産も作物も全部入れて、自分は飲んで食べて楽しんで過ごそうと考えておりましたときに、神様が、愚か者よ、お前の命は今夜取り上げられる、お前が蓄えたものは誰のものになるのか、自分のために宝を貯めるのではなく神のために宝を貯めなさいとおっしゃっております。ある方がこんなことをおっしゃっておりました。一生の終わりに残るものは我々が集めたものではなくて、我々が与えたものだ。
高価なもの、珍しいものを集めたとしても、死んだ時にそれは持っていけません。私たちが死んだ時に持っていけるのは、生きている間に人様に与えることができた愛、品物、そういうものの報いなのかもしれません。茶道に一期一会という心得がございます。でこれは一生のうちにたった一度しかない大事なことに対しての心得ではなくて、日常生活の中で一つ一つのことをどれだけ心を込め、今よりないという気持ちを持って果たしていくかということを言っているのだそうでございます。昔堺という町に吉兵衛という人がおりました。手広く商売をしていて、使用人もたくさん使っておりました。ところが自分の妻が寝たきりの病人になって、吉兵衛はその下の世話から何からしてやりました。周りの人が、吉兵衛さんお偉いですね、でも毎日のこと何回も、もうそろそろ飽きたでしょうと言ったところ、吉兵衛が静かに、何をおっしゃいます、私にとっては一回一回が始発目で死納めでございますと答えたという話を伺いました。そして私は本当に感心いたしました。私たちはつい、ああまた同じこと、また繰り返しという気持ちを持ちがちでございます。しかし私たちが機械的に物事をするのでなくて、人間にはロボットと異なる心というものがございまして、心を込めて愛を込めて一つ一つのことを、これが始始めで始納めだと考えながらするときに、私たちの仕事は丁寧になります。感動を失いがちな、どちらかというとルーティーンになってしまいがちな私たちに、その一つ一つのことが新鮮に行えるように、時たま病気をいただいたり、挫折にあったり、失敗をする恵みをいただくんだと思います。私の一人の卒業生は、在学中健康そのものの人でございました。ところが卒業して間もなく病気にかかっていることが分かって入院をいたしました。1年か1年半ぐらい経ったでしょうか、手紙をくれました。シスター、喜んでください、久しぶりに外出許可がいただけました。地面を踏んだ時、私の心は踊りました。今の私には当たり前が輝いて見えます。本当にこの人はもしかしたらば、何も考えないで地面を歩いてた人です。病気をするまでは。そして買い物、掃除、洗濯、すべて当たり前、時には面倒くさいと思ってた人だと思いますけれども、その自分の病気、入院の経験がこの人をして、地面を踏んだ時に感動し、当たり前が輝いて見える、そういう経験をさせてくれました。私たちの平凡な毎日の生活、それを非凡にすることができるのは私たちだけでございます。ある人が人生に向かって、どうして私の人生は
こんなに平凡でつまらなかったのかと尋ねた時に、人生があなたの人生を非凡なものにするのも平凡に終わらせるのも全てあなたにかかっていたのですよと答えたと言っております。非凡なことというのは決して有名になることでも大きなことを成し遂げることでもなくて、一つ一つの当たり前の平凡なことを、それこそし始めでし納めという新鮮な気持ちで感動を持って感謝を忘れずに行うことではないかと思います。11月はカトリック教会で死者の月としております。それは私たちに死者を忍び弔う、その月であると同時に、いつ訪れてくるかわからない死に対して私たちが準備をする、そのために設けられた月だと言っていいかと思います。人の命も物も両手でいただきなさい。吉兵衛さんは死始めで死納めのお仕事を両手でおいただきになりました。そして私の卒業生も地面を踏んだ時、そして当たり前のことを輝いて見ることができた時、両手でいただいたと思います。私たちもどんなことも丁寧に両手でいただいて生きていきたいと思います。明日のことまで思い悩むが、明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。マタイ6章34節。